今日ね、夜ちょっと飲みに行く予定があるので、私は。なので、先に夜ご飯をある程度作っとこうかなと思って、子供たちと、子供たちと、うん、パパと、うん、あと、まあ、まあ、三男はもう取り分けで食べれるので、うんうんうん、三男のために、まあ、そんな感じですね。はいはい、ちょっとサラダとか、ちょっとおかず的なのとか、うん、スープとか、作って、置いとこうかな。って感じで食材買ってきました。やっぱさ、鮭高くなったね。そうなんですか。うん、昔はこの1匹1個、うん、1個あたり100円だったからね。99円だからね。400円やんね。うん、やっぱ高いよ。高くなったよ。まあいいやん。あ、でね、これこれ、なんと、うん、なんとモグルネット、これね、ロック、チャイルドロック。え、何それ、すごい、やばいでしょ。これ本当おすすめなんだけどさ、あのね、三男がね、もうすごい泣けちゃって、まあ上の段はさ、開けられないからさ、特につけてないんだけど、こっから下がすごいの、こうやって引いちゃって引いちゃって、うんうん、だから全部つけたわけよ、マグネット、チャイルドロック。あれ？あ、つけたつけた。え、ここも。どういう仕組み？だから一応このシールで、うちはここにマグネット当てれば開くよって。だからここに当てても開かないわけ。どこに当てても。ちょっとずれたら開かない。結構か、あの感度がいいわけ、うんうん、ここに。うん。こうやって、根元を、うん、取るの、まず、うん、取って、ここで縦にちぎる、うん、で、横、うん、もうできた。ほらほらほら、知らないんだ。そう、これね、時短。今ね、うちの子供が結構好きで、うん、そうそう、だからよくやるんだけど、今こう行くんだ。で、大変そう、軽く、で、今日は片栗粉なんだっけ、ワンクッションこう、小松菜です。これはスープに、あの、後で入れてもらうために茹でて置いとくの。下茹でして、で、食べる直前に入れてもらうように。で、三男はこれをちょっと細かく刻んでスープに入れてもらう。で、ドレッシングね、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、あ、違うかここにニンニク、こんなもん、ひたひたになるまで、ひたひたに浸かるまで。オッケー。要はアヒージョだよね、アヒージョ、うんうんうん、シラスのアヒージョを作る。うまそう。火にかけて大丈夫です。もうちょっとやってみましょうね。完璧。ツナ缶、あぶ、ちょっと量が多いので2缶。うん、このツナのオイルで十分、油いらない。うん、まあ、ごま油入れても風味的なところで言うと美味しい、入れだけで。ここに藤子ちゃん、もう飲んでこい。フライパンも年季入ってますよ。入ってる、これ、これもともと鉄道加工だったんですかね。おんの、そろそろ買い替える。だいぶ使った。あれで餃子が上手に焼ける。うんうんうん、でも、もうちょっと餃子が上手に焼けなくなったから、こびりつくよ。うん、
いい匂い、いい匂いじゃない？うわぁ、いい匂いでしょ。こんな感じだけ、そう急に漬けてきな。おぉ、完成。で次こっこいつ、いいですね、はい、薄口醤油入れます。ほんとちょっとでいい、入れすぎると濃いから。一気に色つくの。これが冷えて、これがドレッシング。スープ大好きなの、うん、なんでも汁系大好き、で豆腐が大好き。もうちょっと栄養をって考えた時に椎茸とか、はあ、うん、椎茸ですね。食感じゃない？匂いもいいじゃん、出汁も出るし、うん、料理酒入れます。料理酒じゃないです、日本酒です。で、安いんですよ。へぇ、火が入ってきたので肉団子、豆乳、うん、で、最後ここにあれよ、食べる前に小松菜を入れてもらって、さあ、緑黄色野菜も入ってます。タンパク質もごまも入ってる、椎茸入ってる、体に良さそうでしょ。あれだな、多いな、多いね。急遽そぼろ作ろう、そぼろ。そしたらそぼろ丼にできるね、子供は。そうしよう。砂糖、あた、ちょっと濃いめに味付けないと。もうちょっと置いて、はい、あぼろ、うん、あぶねえ、うん、つまざんねえ。こんなギリギリでやってんじゃねえ、だから時間かかんだよ。自分でも分かってます。で、混ぜちゃう、こぼれていいから。どうよ、どうよ、うん、ほら、もうこんなんできたら見て、じゃーん、味付けします。料亭の方が誰か来たの、うちに。え、これですか、仕込み、仕込みに、うん、いや、見てないっす、料亭の人。
バリうま。終了。これが、シラスのドレッシングですね。アヒージョ。アヒージョにして。はい、これにかける。かけてた。うん、でこの小松菜の茹でたやつは、うん、このスープの中に食べる前に入れて、うん、そうのあのスープ用。うん、でこれが無限ピーマン。でこの2つが急遽作ったそぼろ。肉団子が。そう、多かったから、そぼろ、そうそう、そしたらもう今日はこれで夜ご飯が完成です。で、あとはあのパパに鮭を焼いてもらって、うん、そしたらもう確かにめちゃくちゃヘルシーです。いいでしょ、野菜が多くて、なるべくなんか野菜を取るようにすごい心がけてる。さあ、ということで本日私が不在になるので、はい、夜ご飯を作ってきましたという動画を撮ってみました、はい、いかがでしたでしょうか。ちょうど子供たちは帰ってきました。おかえりー、ただいまーってことでね、見て今日の夜ご飯、じゃん、おーこういうこと言ってくれるんです。いいです、嬉しいよね、この人。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと参考になることがあるかどうかわからないんですけど、一応うちのバタバタっとした夕食作りの動画を撮ってみました。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。